ここが我が家だ。いい家じゃないか、江戸。地下の高いホームじゃこうはいかん。30年間の血と汗の賜物だ。北条の豪邸とは比較にならんが、交通の便はいいんだ。すぐ近くにリニアレールのサウスガーデン駅がある。リニアレールは浮上走行なんで、騒音や振動はそれほど問題にならないんだ。帰るところがあるのは羨ましいよ。そうだな、うちに帰るとホッとするよ。さあ、遠慮せずに入ってくれ。入ろうか。あら、パパ、おかえり。お、ただいま。ゼロ G 体操の練習だったのか。新しいユニフォームなの。どう。ちょっと見えすぎじゃないのか。もうそんなことばっかり。素材が決め手なのよ。流行の天然複合新素材、汗の吸収力がいいんだって。俺は中身の方が興味ありだね。ほら、ジョナさん、娘だぞ。パパ、こちらはお客さん。ああ、今日はパパの古い友人を連れてきた。夕食の用意大丈夫か。ええ、いつも多めに作ってるから。足りなかったらパパの分減らすわね。勝手にしてくれ。アナです。ジョナサン、ジョナサン・イングラムだ。よろしく。ジョナサン、あなたが。パパからよく聞いてるわ。マーク、パパの友達のジョナサンだ。挨拶は。気を悪くせんでくれ。マークは精神的な病気なんだ。言葉を持たん。自閉症のようにな。さあな、着替えて飯の支度を頼む。そうね、このユニフォーム1時以下で試着してると疲れるの。残念だな、脱いじゃうのか。まあ、パパの友達は理解があるわ。アナ、早くしてくれ。わかったわ。困った娘だ。親をバカにしとる。いい子じゃないか。さあ、ジョナさん、ゆっくりしてくれ。疲れだろ。
マークは A 殿？見ての通りマークは肌の色が違う。俺の子じゃない。マークは養子なんだよ。マークの描いた絵だ。この絵はコンクールで入賞したんだ。何で描いた？ああ、子供用のグラフィックノートだ。ピクノ8。これはそのデータをプリントアウトしたものだ。しかしこの風景は地球のものらしい。アナの誕生日に買ってやったんだ。あの有名な LS の超高級バッグだ。マークはある事件の生存者なんだ。その時に本当の両親を失っている。そうだったのか。キャサリンが亡くなった暑い年だった。ナーク中毒者が正気を失って家族を襲うという事件が起きた。中毒者は自分の妻をナイフで滅多突きにし、息子まで巻き添えにしようとした。俺は現場に居合わせ、その子を守るために男を射殺した。その子の目前で俺はあの時から銃を抜けなくなったんだ。デカとしては命取りだよ。マークはあの事件のショックで口が聞けなくなった。両親が目前で殺されたんだ。あの子のショックは相当なものだったに違いない。さっき自閉症とか言ってたが、精神的なショックでは自閉症にならないんじゃ。ああ、正確に言うと自閉症ではないんだ。わかりやすいと思ってな。緘黙症とか言うらしい。無理に話そうとすると痙攣するんだ。無言症とも言われるらしいが、マークは言葉では自分を表現できないんだ。それで絵を描かせてるのか。マークは一日中絵を描いてるか古い映画を見ているかだ。マークとはうまくいってるのか。いや、
俺のことを父親としては見てくれてないだろう。そうなのか。マークは俺を憎んでる。エド、いつかは心を開いてくれるさ。そう思いたい。しかしマークは。焦ることはないじゃないか。時間をかければ話せるようになるさ。エドはマークを愛してる。なら気長に待つことだ。用意ができたわ。パパ、どうぞジョナさん。ジョナサン、飯にしよう。さあ、召し上がって。アナ、好きな人いるのかい？恋人とか。おらんおらん。もうパパったら。今まではいなかったけど、好きな人できたわ。こら、こいつはダメだぞ。マーク、なかなか絵が上手だね。地球へ来たら一緒にスケッチしようか。おじさんも絵を描くんだ。今度見せてあげようか。ジョナサン、マークお前に懐いているよ。普通なら他人と食事は一緒にしない。そうか。珍しいことだが、多分そのタバコだろう。タバコ？マークはタバコに興味があるんだ。古い映画なんか見るとタバコ吸ってるでしょ。はは、映画ファンらしいからな。マークはあれに憧れてるの。実際にタバコを加えた人間を見るのはお前が初めてだろう。マーク、いい趣味してるよ。
エド、本当にいい家族だな。俺の唯一の自慢だ。ただマークのことはあるな。大丈夫さ、時間が解決してくれる。だといいが。さて、これからどうする？奴らも動き出すはずだ。徳川の出方を見張ろう。どうもこういうじれったいやり方は性に合わない。仕方がない。ここは OLA じゃないんだ。ちょっと冷たくなっちゃったけど。食べてみよう。なんだこれは。ジョナサン、どんどん食べてね。冷めちゃったけど。ああ、遠慮せんとな。お前は俺と違ってまだ30代だからな。エド、はい、ブラウンです。え、どちら様ですか？ええ、はい、はい、そうです。お待ちください。パパ、ビデオフォンよ。ちょっと変なの。音声信号だけで、カプセルのことで話したいって。カプセル？はい、エド・ブラウンだ。誰だ？誰でもいい。あんたらの損になる話じゃない。いいか、よく聞け。 AMM に来るんだ。あの探
連れてこい。北条建造のことについて嗅ぎ回ってんだろう。どうしてそれを。なことはどうでもいい。来るのか来ないのか。わかった。AMM だな。いい話が聞けるぜ。AMM のパイオニアの前だ。パイオニア？来ればわかる。俺の名はナインスターズ。じゃあな、ポリスノーツ。ジョナサン、撒いた種が芽を出したぞ。タレコミだ。餌にかかったか。どうだ。 AMM 宇宙飛行士記念博物館。 AMM か。アナがバイトしてたという。すぐ乗り込もう。待って、全部食べてからにしてよ。まだ時間はあるわ。冷めちゃったけど。アナ、ごちそうさま。美味しかったよ。ジョナサン？また今度。もう知らない。マーク、今度絵を見せてくれよな。うん。行くぞジョナサン。誰だろう。行けばわかる。しかしあのビデオフォン、聞いたことのある声だった。ふぅ、いいタイミングでタレコミが入って助かった。アナには悪いが。お前はいい、俺は毎日だ。毎日わけのわからんものを食わされてる。エド、お前が作るよりマシだろ。再婚でもするか。これ以上厄介はごめんだ。なら我慢するんだな。ここが宇宙飛行士記念博物館 AMM だ。タレコミ屋の指定場所にしては賑やかだな。週末だから観光客も多い。その方が安全だと思ったんだろう。信用して大丈夫だろうか。ここで試案してもどうにもならん。さ、そろそろ約束の時間だ。指定の場所へ急ごう。それじゃ入場しよう。博物館か。ワクワクする。勘違いするな。タレコミ屋に会いに来たんだぞ。いいな。ここがサンゴホールと呼ばれているロビーだ。なるほど、でかいサンゴだな。これはホームから取り寄せた本物のサンゴ礁の化石だ。この中にはホームの大気中の CO2 が大量に溶け込んでいる。セレスのシンボルとしてこのホールに置かれている。人間には真似できない自然の脅威か。苦労したらしい。ホームからここまで運んでくるのに。
ロシアのミール宇宙ステーションのミニチュアだ。宇宙長期滞在記録を出したり、日本人を初めて宇宙で迎えたり、よく覚えてる。旧ソ連が崩壊してからしばらく放置されていた。そうだ。その後日本の企業に売却された。後の徳川だ。実物はまだ地球軌道を回っている。今では宇宙博物館として使われてるらしい。あの頃は旧ソ連が蓄積した宇宙技術を日本企業に売却するニュースを毎日のようにやっていたな。宇宙開発後進国であった日本がここまでなったのもあの技術売却があったからだ。日本企業が初めて宇宙に実質的なビジネスを持ち込んだ。どうやらパイオニアは一つしかないらしい。タレコミ屋の指定場所はそこだな。ああ、パイオニア10号前だ。ここが宇宙探査に関する展示がされているコーナーだ。
ここがビヨンド関連の展示コーナーだ。あ、エド、俺たちポリスノーツの人形が並んでるぞ。驚いたか？このビヨンドコーナーではポリスノーツであった俺たちはヒーローってわけだ。この若さで歴史上の人物とは。そう言うな。俺たちも宇宙開発に少しは貢献したんだ。光栄じゃないか。少しはか。ここはアポロ計画を中心に月面関係が展示されているコーナーだ。月面のセットがそのまま再現されてる。このビヨンドの位置が記されているマップだ。ラグランジュポイントの L5。 そう、この地球と月の重力バランスの均衡位置にコロニーは浮かんでいる。ニュースで見たんだが、このコロニーも傷んできてるんだろう。もう30年も経つからな。疑問に思うんだが、なぜこのタイプのコロニーは作られないんだ。これには技術的な問題もあるだろうが、コロニーの建築業者が絡んでいるんだ。政治的な問題？まさに今、コロニー建設のシェアは徳川建設が独占している。もともと徳川のコロニー技術はトーラス型のものだ。ここのオニール型は欧米の技術。つまり癒着。徳川がオニール型を排除した。そうだろうな。徳川が自社のトーラス型を売り込んだ結果だろう。もちろん大型オニールコロニーの欠陥も発見された上でのことだ。ビヨンドがオニール型の欠陥を自ら証明した。そこへうまく徳川が介入したんだ。
道理でコロニー老朽化をバンバン宣伝してるわけだ。しかしこのコロニーを作った欧米企業も黙っちゃいないだろう。コロニー建設といえばオリンピックより儲かる。それだけではない。オニール型のコロニーを推し進めていた欧米企業もコロニーの部品を徳川に依存していたからなんだ。徳川抜きではコロニーは作れない。そういうことだ。最近ではこのトーラス型を徳川型と総称するらしい。ユーリーが積載していた脱出用ポッドのサバイバルボールだ。コールドスリープの機能も搭載している。実物はもう少し大きいがな。俺はこの中で30年間も宇宙をさまよっていたんだ。そのために宇宙不適応者になった。ジョナサンの生命を30年間維持し続けたんだ。よくできたカプセルだよ。コールドスリープとしてはまさに実験段階だった。救出された時は寝たきり老人と変わらなかった。今じゃ筋肉の低下もあまりない。俺は1年以上も歩けなかった。クマの冬眠の研究の成果だ。クマ？人間は筋肉を使わなければ3日で衰える。しかしクマは冬眠中半年以上も筋肉を維持できるんだ。なるほど。クマの方が宇宙飛行士に向いてるようだ。今やこのコールドスリープをクマの冬眠と呼んでいる。ビヨンドの模型だ。俺たちが今いるコロニーのな。世界で最初で最後のシリンダー型コロニー。
パイオニア10号、11号に積まれた ET へのメッセージ用プレートだ。何もメッセージらしきものは見当たらんが。考えすぎだったか。探査コーナーだ。あれ？この宇宙服は何だ？月面服がどうしてこのコーナーに？ジョナサン、中に誰かいるぞ。これは動く展示物か？そうじゃなさそうだ。ようやくデートの相手に会えたようだ。お前が電話の男か？顔を見せろ。静かにしろ。そのままの格好で俺の話を聞け。騒ぐと怪しまれる。うまく考えたな。音声も変えてある。お前だな、俺たちを呼び出したのは。そうだ。随分と待たすじゃないか。思ったより勘が鈍いようだ。ついでに館内を見学してたんだ。あんたら北条を探してんだろ。北条の行方を知ってるのか？どこにいる？奴は生きてるのか？一人ずつ順番に話せ。いいな。
か覚えたか。カモンチェックで T ギア99が使用可能になる。それから CD ロムをロードする。また連絡する。俺を信用しろ。言っておくが俺の後をつけたりすんなよ。待て、まだ聞きたいことがある。北条の剣は氷山の一角に過ぎん。奴らはもっと恐ろしいことを行ってる。もっと恐ろしいこと。奴らはあんたらが思っている以上に根が深い。 BCP にも仲間がいる。用心するんだな。また連絡する。じゃな。帰っちまったぞ。尾行するか。待て、ジョナサン。まずは CD ロムだ。あの男の言っていることが真実かどうか、あの男の正体についてはそれからだ。さっきも言ったが、奴はホームなまりがない。明らかにビヨンズだ。ビヨンズならどこにも逃げやしない。しかし…ん？どうした？タバコ臭いな。ひょっとしてお前タバコ吸ったか？いや、手違いで火がついたんだ。もう消した。危ないな。先折りタバコか。ああ、先を折るだけで発火する。消すのも簡単だが。気をつけろよ。人に見られたら通報されるぞ。マークには一度見せてやりたい。バカな、許さんぞ。ま、それはいいとして、情報の真意の確認だな。北条家だ、ジョナサン。タレコミ屋が言っていた CD ロムを探そう。実は借りたいものがあるんだ。何？Thank you.
エド、これだ。これが CD ロムに違いない。ほら、見てみろ。ケースの表面に家紋が書いてある。北条家の家紋だわ。どういう意味かしら。カレンさん、これを少し貸してもらえないかな。ええ、どうぞ。役立つのなら。よし、これを持って徳川製薬へ行こう。社員 ID の家紋証も見たことだしな。これで ID チェックはパスできるだろう。徳川製薬のパソコンを拝借しよう。うまく忍び込めればな。徳川製薬に着いたぞ。よかった、誰もいないみたいだ。こんな時間まで会社で残業してるやつなんかいないぜ。そうとは限らん。日本系企業はそれで当たり前なんだ。24時間体制で働いてる。じゃあ今日はビヨンド30周年記念の準備で休みなんだろう。まあいい、早く作業を済ませちまおう。ジョナサン、北条の CD ロムをロードするだけだぞ。絶対に無茶はするな。分かってる。長いはしないさ。いいか、ジョナサン。徳川の連中にこんなところを見つかるとことだぞ。どう見ても不法侵入だ。見つからなければ問題はない。だろ？昔、そういうセリフ、何度か聞いて失敗しなかったが？じゃ、エドはここにいろ。わかった。行こう。お前を野放しにする方が危ないからな。フロントだ。ガードマンはいないぞ。よし、ロックシステムに ID を差し込んでみよう。 ID を差し込んで、よし、開いたぞ。入ろう。DDS ルームだ。暗いな。早いとこ例の CD ロムをロードしちまおうぜ。そうだな。俺もこういうところは苦手なんだ。エド、見ろ、端末がなくなってる。なんてこった。危険を冒して忍び込んだのに。そういえばどっかにも同じ T ギア99があったな。そうだ、あそこへ急ごう。
あれ？ホワイトボードが消されてるぞ。誰かが意図的に消したんだろうか。手がかりを隠蔽するために。そういえば机の上にあった北条の 2D 写真もなくなってる。よし、開いたぞ。入ろう。ECCH に着いたぞ。この時間だ。診察はしていないようだ。病院へ入るぞ。令状もないんだ。見つかると大事だ。気をつけるんだぞ。もし見つかっても大丈夫だ。どうして？エド、どっか具合の悪いところあるだろ。この際だから見てもらえ。入院するくらいなら捕まった方がマシだよ。さあエド、行くぞ。
BCCH のロビーだ。誰もいないな。その方がいろいろと都合がいい。こんな時間に捜査の許可が出るとは思えんしな。薬局には理事長室を通らないといけなかったな。クリスには悪いが、無断で入るしかない。よし、行こう。クリス、クリスさん、いたんですか？ちょっと残業してたものだから。それよりもどうしたの？こんな時間に。もしかして不法侵入？申し訳ない、クリスさん。どうしても調べたいことがあったもんで。それに扉が開いてた。理由はどうあれ、これはやりすぎね。クリスさん、どうか署には通報しないでください。お願いです。そうはいかないのよね、経営者としては。クリス、こんなことがゲイツに知れたらますます立場が悪くなる。本当に黙って侵入したりしてすいませんでした。そうね、私に捜査の立ち会いをさせてくれるなら許してあげようかな。本当？ちょっと私も興味あるのよね、こういうのって。推理小説みたいでしょ。わかりました。じゃあクリスさん、捜査に立ち会ってもらえますか？実は CD ロムをロードしたいんだが、ここに徳川の T ギア99は？ T ギア99は徳川グループ独自のネットワークコンピューターの端末よ。この病院のコンピューターとは異なるわ。そうね、でも薬局にならあるわ。石田が薬の管理を徳川とネットでつないで行ってたから。しめた、これでやっとロードできる。クリス、 T ギア99を使わせてほしいんだが。大至急、重要なことなんだ。そう、捜査令状か何かある？もちろん、ない。そうあっさり言われると。分かったわ、私、見なかったことにするわ。ありがとう、クリス。いいのよ、私、あなたたちを見てると昔の頃を思い出して。ずっと昔のこと。さ、ついてきて、ロックを解除するわ。さ、薬局よ。石田はいないわ。ジョナサン、 CD ロムを早くロードしよう。
あったぞ、エド。確かに、ティギア救急だ。使い方は分かってるの？この端末は徳川の人間にしか使用できないって聞いてるけど。任せとけ。偉い先生にじっくりと個人授業を受けたからな。宇宙飛行士のな。ジョナサン、端末を使おう。クリス、じゃ、見ててくれ。今から面白い魔法を見せてやる。ワクワクしちゃう。ジョナさん、電源を入れよう。よし、電源を入れるぞ。ジョナサン、北条の ID カードを入れるぞ。次はこのカードの使用者が本人かどうかのチェックが入る。なんだかドキドキしちゃうわ。社員コードのチェックを行います。次に挙げる人物の徳川社員コードを順に選んでください。指示された人物の徳川社員コードをモニターから選び、該当する家紋をクリックしてください。いわゆる徳川社員しか知らない暗号ってわけか。社員コードなんてあなたたちわかるの？任しといてくれ、予習済みだ。
徳川グループ社員として認めます。やったわ、嘘みたい。見せ物はこれからさ。それでは CD ログを入れてください。工場の CD ロムを入れるぞ。徳川製薬 DDS チームプロパー用ディスク極秘 K9-00150。 CD を読み込んだぞ。出るぞ。見ろ。これまで徳川は皆様に数々の麻薬偽装輸送システム DDS を K シリーズ中心に提供してまいりました。K1 から K8 までさまざまな DDS を使った麻薬の偽装に精力を注いでまいりました。しかし残念ながらこれまでの商品はナーク麻薬を公に販売、誰にでも入手可能な DDS を作り出すというコンセプトを満足させる結果には及びませんでした。しかし今回の K シリーズの最新作 DDS はこれまでのそういった問題を全てクリアしうる可能性を秘めた商品です。ナーク麻薬を安全に、そして自在に売買できる、それが徳川の新製品ナークカプセル K9 なのです。では K9 の優れた偽装システムをご説明しましょう。ナークカプセルの特徴は薬剤を包むカプセルのゼラチンの中にナークをプログラムしているところにあります。ですから新薬・大衆薬を問わず、デザイナーズフードや機能性食品といったあらゆるものに偽装・流通させることが可能なのです。つまり内容物を変えることで流通経路はどのようにもなります。病院・薬店・スーパー、内容物にあった公の販売ルートがいくらでも広がるわけなのです。ナークカプセルは封入式ではなくキャップ式になっていますので、個人でも簡単に中身を取り出すことができます。そしてもう一つの偽装安全策を用意しております。いくらカプセル側にナークをプログラムしたところで公的な市場で流通させるにはあまりにも危険です。そこで徳川の最新テクノロジーはナークそのものを科学的に2つに分離することに成功。これらを別々のカプセルにプログラムすることにより、これらのカプセルを同時に服用して初めてナークの効果が得られるようにしたわけです。私どもでは
これをバイナリー麻薬と呼んでおります。カプセル自体へのプログラム A、B、2つのカプセル同時服用という2ランクの安全システムにより偽装効果はほぼ完璧となります。これでもう麻薬取締りによる妨害も損失も恐れる必要はなくなりました。しかもナークカプセルは無重量下でも均等に素早く溶解する性質を持っております。宇宙での使用も問題ありません。それでは次に A、B の分離されたカプセルの見分け方をご説明しましょう。その見分け方はいとも簡単。それぞれのカプセル表面には製剤識別コードを兼ねた目印がつけてあります。この徳川のマークが目印となります。徳川の三つ葉葵の一部が欠けているのがお分かりでしょう。この欠けた部分を持つカプセルを割り符のように対にして服用するとナークとして作用する仕組みとなっています。これらはそれぞれ片方だけを服用してもナークの作用は全く現れません。したがって危惧される一般市場での事故は心配ありません。組み合わせのキャッチは徳川を一つにです。そしてこの形態ではあらゆる麻薬探知機にも反応しません。現存する探知機ではこれらを探知することは不可能なのです。いかがです。これが徳川のハイテクノロジーが生んだ DDS-K9 ナークカプセルです。我々はナークカプセルを自信を持ってお送りします。どうぞこの K9 をあなたの取引に利用してみてください。皆様の良きご理解を期待しております。なるほど、あのカプセルはやはり麻薬か。ロレインが預かったあの葉はこのトリックを伝えるものだったんだ。徳川め、うまいこと考えやがったな。こんなバカなことって。これは一製薬会社だけの犯罪じゃないぜ。ましてや北条の個人プレーなんかじゃな。大きな組織がついてる。徳川にマフィア。証拠がないぞ、ジョナサン。相手が徳川となるとそれなりの切り札となる証拠がな。こんな CD なら誰にでも作れる。証拠ならあるぜ。鑑識に預けたあのカプセルを調べ直そう。今度は中身ではなくカプセルの方をな。ロレインが命がけで守ったものだ。この CD の内容が事実かどうか、もし本当なら大変なことになる。大変だわ。こんな麻薬が私の病院から大手を振って売買されてたなんて、なんてことなの。この CD が事実なら病院だけじゃなくてあらゆる薬にナークを隠すことができる。薬店や薬局で売られたら止めようがないわ。徳川とマフィアの狙いはそこだ。クリス、 K9 のサンプルがないか調べてみてくれないか。わかったわ。でもここに置いていくほど彼らはバカじゃないと思うけど。石田もグルだろうか。可能性は高いな。北条側か徳川側かはわからんな。どちらにせよここにいれば K9 の正体を知らなかったはずはない。問題は石田が北条の共犯だとすれば、徳川もマフィアも石田を消しにかかる。BCP へ戻ろう。カプセルを調べ直すんだ。BCP に帰ったぞ。監視課へ急ごう。おお、おかえり。どうした、そんなに慌てて。ビクトル、例のカプセルのトリックが分かったぞ。カプセル？ああ、あの風邪薬か。中身ではなく、中身を包むカプセル自体にナークが仕込まれていたんだ。ゼラチンの中にな。なんと、カプセルにか。さ
それは思いつかんかった。しかも A と B のカプセルを同時に服用して初めてナークとなる仕掛けだ。片方の服用だけでは作用しないんだ。バイナリー麻薬、そんなことが可能なんじゃろうか。それを今から証明するんだ。ビクトル、例のカプセルをもう一度分析し直してくれ。残念じゃがそれはできん。ハモカプセルも AP が持っていった。あいつじゃ、あのレッドウッドとかいうフローズナーじゃ。なぜ AP が？あんたらがあいつらに頼んだんじゃないのか。わしはてっきり。おかしいな、あのカプセルのことは AP には言ってないはずなんだが。エド、 AP へカプセルを取り返しに行こう。取り返したらわしにも見せてくれ。おい、エド、ちょっと来てくれんか。ジョナサン、エド、派手にやってるらしいじゃないか。いえ、その徳川のパーティーを台無しにしたそうだな。久しぶりに会ったんで盛り上がったんだ。徳川は BCP とジョナサンを訴えるところだったんだぞ。揉み消すのに骨を折った。何度も言うが、相手は徳川だ。慎重に行動しろ。今度こういうことがあれば抑えきれん。分かったな。以上だ。さあ、もう行っていい。くれぐれも面倒は起こすな。やれやれ、これぐらいで済んでよかった。さあ、どうする。あんたらの探してるものはこれか。このカプセルだろ。そのカプセル。あの老いぼれは信用ならねえ。で、俺がここの最新設備で調べてやったんだが、何も出なかった。単なるカプセル剤だ。人騒がせな奴らだ。なく騒ぎだとはな。どうしてそれを。みんな知ってるさ、この騒ぎだからな。しかし、とんだ猿芝居だ。こいつ、言わせておけ、ジョナサン。ほらよ、返す。さあ、ビクトリーに調べ直してもらおう。待て、エド、よく見ろ。この製剤識別マーク。これは、ロレインから預かったカプセルじゃない。製剤識別コードの一部が欠けてないぞ。何言ってる。これはあのじいさんから預かったカプセルだ。間違いない。レッドウッド、いい加減なことを言うな。俺はあんたらと違って忙しいんだ。ビヨンド30周年記念パレードの警備の打ち合わせもしなくちゃならん。こんなつまらんことにいつまでも関わってる暇ない。じゃ、やられた。唯一の証拠だったのに。くそ、この BCP に奴らの犬が。ビクトルか、レッドウッドか。いや、味方がいるかどうかだ。さて、あのタレコミ屋の裏は取れなかったが、どうする。
あ、そうだ。デカ長、ジョナサン。パイオニア10号のナインスターズってやつから伝言があったわ。パイオニア10号？やつだ。あの AMM のタレコミや。状況が変わった。今日のビヨンド時間04時に例のパイオニア前へ来いって。女の声だったわ。女の声？映像は？あ、いえ。音声信号だけだったわ。プロテクトされてたから録音もできなかったし。やつは女だった？わからない。機械的に音声を変調してたかもしれない。最近のプロテクトって強烈なんだ。 BCP なんかより一般の技術の方が進んでるんだ。ホームなまりは？そういえばあったかも。そうか。どうしたエド？いや、一つ気になることが。ま、い、エド、今度こそ奴を捕まえようぜ。ナークカプセルがなくなった今、頼りは奴しかいない。デカ長、そろそろ僕らの出番かな。ま、待ってろ。ジョナサン、いつでもいいよ。あんたの助けならいつでも OK さ。ありがとう、デイブ。その時は頼む。ああ、任せてくれ。よし、タレコミ屋が待ってる。 AMM へ向かうぞ。今度こそ正体を掴んでやる。夜の AMM か。不気味だな。おかしいな。奴らしくない。こんな寂しいところを指定してくるとは。状況が変わったとか言ってたが、何かあったんだろう。とにかく嫌な場所だ。昼間賑やかな博物館ほど、夜は気味が悪い。今度はもう奴を怒らせるようなことをするんじゃないぞ。俺は丁重に接してるつもりだがね。ま、いい。なんだ、鍵がかかってないぞ。当たり前だ。俺たちはナインスターズのご招待だぞ。なるほど、奴を待たせてしまったな。ナインスターズか。ふざけた奴だ。今度こそ正体を暴いてやる。行こう、ジョナサン。サンゴホールだ。誰もいない。気味悪いな。静かすぎて。ジョナサン、探査コーナーだぞ。タレコミ屋はまだのようだ。月面コーナーだぞ。静かだ。本当に月面にいるようだ。何か気配がしないか、エド。ビヨンドコーナーだ。見ろ、俺たちの首が切り取られてる。悪質ないたずらをする奴らがいるな。嫌な予感がする。早くナインスターズを探そう。探査コーナーだ。あ、この宇宙服、あのタレコミ屋の。
ジョナサン、首がない。俺たちポリスノーツの人形と同じだ。ん？パイオニアのプレートにも何か書いてある。その宇宙服にも書いてあるぞ。胸に何か書いてある。この剣から手を引け、プリスノーツだとさ。俺たちへの脅しか。ん？どうしたジョナサン、座り込んで。いや、ちょっと調べ物さ。ジョナサン、血だ。人間の血だ。なんだ、血が太陽系を指してるぞ。これは何かのメッセージだ。木星のあたりか。木星？あのホログラムだ。あそこに太陽系がある。それだ。後ろのホログラムを見てみよう。ジョナサン、おかしいぞ。どうかしたか。惑星が一つ多いんだ。惑星が10個浮いてる。一つ多いって。なんだろう、この惑星。これだけホログラムじゃない。よくわからん。何か動いてるぞ。石田！なんてこった！タレコミは石田だったのか！これは！見ろ、この惑星の形。上から見るとちょうど石田の家紋、供養になる。ナインスターズってのは石田の家紋、つまり社員コードだったんだ。そうか、北条のホワイトボードにあったマークはこの供養だったんだ。ジョナサン、感心してる場合じゃないぞ。徳川の殺人マスキートだ。俺たちも石田のように一滴も残らず血を吸い取られるぞ。罠か。ジョナサン、マスキートが攻撃してきたぞ。撃ち落とせ。持っておけばどんどん血を吸われるぞ。ダメだ、キリがない。ジョナサン、逃げよう。このままではやられてしまう。ロビーだ。どうする、入り口まで走るか。ダメだ、こいつらを外に漏らすと大変だ。じゃあどうする、犠牲になれとでも。何か方法があるはずだ。考えろ、考えるんだ。マスキートのセンサーは単純なものだ。蚊と同じで
CO2 を感知して寄ってくるようプログラムされている。ということは、俺たちの吐く息の他に CO2 を多く含んだものがあれば、うまくいけばそれでマスキートを一箇所に集められる。この AMM で CO2 を含んだもの、確か最初に来た時説明を聞いたような気がする。 CO2 か。ドライアイスがあればいいが。ドライアイスはないだろう。よし、 CO2 を含んだものを探そう。月面コーナーだ。撃て、ジョナサン。月面コーナーだ。撃て、ジョナサン。
本当に撃てないんだな。すまん、援護はできん。このサンゴはどうだ。石灰質だ。そうだ、いいぞジョナサン。サンゴは大量に CO2 を吸収してる。うん、このサンゴ礁を溶かそう。そうすれば CO2 が発生する。どうやって？塩酸で溶かす。塩酸？酸なんてどこにある？どこかにあるはずだ。サンゴ、あるいはサンゴを触媒として使う何かが。強い酸ならいいんだな。そうだ、ここは博物館だ。何かきっとあるはずだ。探そう。消火器、これは酸アルカリ型の消火器だな。ああ、説明書にそう書いてある。酸アルカリ型は中心の硫酸と外側の炭酸ナトリウムを反応させて使うんだ。つまり俺たちの求める酸が手に入ったわけだ。しかしそんな手間はいらないぞ。消火器を使えば二酸化炭素を発生させられる。見てみろ、ジョナサンの弾が中断して外側の炭酸ナトリウムが漏れてしまってる。消火器としては使えんだろ。さっきの打ち合いでか。それじゃ酸としても。大丈夫だ、中の硫酸は漏れてないよ。よし、外すぞ。よいしょっと。あ、手が滑る。ジュナさん、ロビーへ急ごう。消火器を投げろ。中心を撃ち抜いてくれ。わかった、射撃なら任せろ。何万年も閉じ込められていた古代の CO2 だ。やったぞ、うまくいった。ジョナサン、今のうちに脱出しよう。よし、扉を閉めてこいつらを隔離するぞ。はぁ、
危うく奴らの罠にはまるところだった。 BCP に連絡して中に閉じ込めたマスキートの処理を頼もう。街に出たら大惨事だ。これまでの状況を考えると、石田が北条をそそのかして徳川のナークカプセルを横流ししていたようだな。うん、ちょっと整理してみようか。石田は BCCH 出向の件で会社に対して不満を持っていた。もちろん金もあるだろうが、徳川への怨恨もあったろう。そこで石田はこれまでの K シリーズに目をつけた。新製品である K9 のサンプルを BCCH の薬局を利用して売りさばいていたんだ。徳川に内緒で。徳川もバカじゃない。ナークカプセルが外に漏れるとすぐにわかる。おそらくナークカプセルを徳川から購入しようとしていた組織の連中も不審に思ったはずだ。組織を通さず市場の末端にナークカプセルが取引されることを最も嫌うのは彼らだからな。つまり石田たちは徳川と組織の両方から命を狙われていた。北条は行方不明になり、恐ろしくなった石田は俺たちに助けを求めてきた。徳川と組織が相手じゃあいつには勝ち目はない。石田は俺たちを使ってビヨンドを離れるつもりだったんだ。しかしどうしてあの時奴の声に気がつかなかったんだ。ホームなまりが引っかかってたんだ。なまり？メリルが電話を取った時ホームなまりがあったと言っていたな。それが？石田は根っからのビヨンズだ。ホームなまりはない。それでタレコミ屋は石田ではないと確信してたんだが、まんまと石田にはめられたってわけか。情けないがな。しかし何か判然としない。どちらにせよ石田はまずい立場になった。徳川や組織を敵に回し法も犯している。あの宇宙服で姿を隠して現れたのもそのためだろ。そして石田は口を封じられた。しかしあの時の男と石田が同一人物だという確証は？あの時男が着ていた宇宙服は間違いなく首なし死体が着ているものと同一だ。同一？男とコンタクトした時こっそり宇宙服に印をつけておいたんだ。印？タバコで服をちょっと焦がしたのさ。なるほど、そのくわえタバコも役に立つことはあるんだな。さっき調べたのはそれか。で、あったか？印は確かにあった。中にいた人物が石田であったかどうかまでは確証できないが、同じ宇宙服であることは言える。まず石田と思って間違いはないだろう。カプセルを持ち出した北条は行方不明となり、カプセルを売りさばいた石田も殺された。石田の言っていた奴らって？麻薬絡みの組織か徳川、あるいはその両方か。それも AMM に転がっている死体の身元を調べれば明らかになる。どの道奴らに雇われた殺し屋たちだろう。俺たちが追っているのは背後で操っている黒幕だ。しかし俺たちをおびき出した女って。ジョナサン、どうした？ポリスカーの下を見ろ。誰かが細工してる。おい、お前そこで何をしてる？レインを殺した男だ。今度こそ逃がさん。エド、行くぞ。よかった、まだ再興されていない。あのバイク、ここでは違法のガソリンエンジンだ。追いつけるかどうかわからんぞ。何としても追いつくんだ。なんてこったい。こいつはただでは済まなくなったぞ。ジョナサン、
市民だけは撃つなよ。生活エリアに入るぞ。メール、エドだ。今容疑者を追っている。もうすぐ生活エリアに入るところだ。大大丈夫か、エド。いて、くそ、奴はどこだ。バイクを置いて逃げた。走れるか、エド。うぅ、大丈夫だ。さ、行こう。リニアレールの駅だ。奴め、どこへ逃げた。リニアレール反発式磁気浮上方式のハイスピードインテリジェントビヨンド交通システムだ。最高速度時速500キロ、コロニー内の全域をカバーしている。
見ろ、白い血、やつの血だ。駅の方へ伸びてる。ビクトリーに分析してもらおう。エピーのどの部隊の誰の人工血液か分かるはずだ。エド、採取しておいてくれ。よし、採取したぞ。やつめ、この辺りに隠れてるはずだ。もう動けんだろうしな。うん、この辺りを探そう。ジョナサン、やつだ、柱の影だ。ヒルマン、奴は不死身なのか。おそらく麻薬中毒者だろう。追いかけよう。ジョナサン、急げ。リニアレールが来たぞ。奴はあれに乗るつもりだ。エド、車で先回りだ。メリルたちに連絡を。わかった。メリル、ジェイム、聞こえるか。そんなに怒鳴らなくても聞こえるわ、デカ長。ちゃんとモニターしてますよ。今どこにいる？生活エリアの B ブロックよ。犯人を追跡中だ。星はリニアレールに乗るらしい。セントラルポート駅だ。次の駅で待機してくれ。了解、5分で着くわ。頼むぞ。任せといて。面白くなってきたわね、デイブ。ボックスハウンド時代を思い出すわ。ああ、僕ももうじきこのハンバーガーも食い終わる。よし、奴を追いかけよう。行くぞ、ジョナサン、ホームに上がろう。今なら奴に追いつける。エド、乗車切符はどうする？俺のポリスバッジが非接触切符に対応してる。なるほど、ただ乗りの常習犯か。俺にぴったりくっついていれば通り抜けられる。行こう。駅のホームだ。人が大勢いる。気をつけろ。奴はどこだ？改札は一つしかない。ホームか列車にいるはずだ。奴の血痕もない。まずい、列車が出るぞ。どうする、乗るのか。ダメだ、奴が乗ったかどうかわからん。リニアレールに乗ったぞ。急げ、扉が閉まる。
よし、ジョナサン、列車の最後尾に乗り込むぞ。警察だ、落ち着いて。ヤツめ、どこだ。よし、次の車両へ行くぞ。警察だ、みんな落ち着いて。何か妙だな、静かすぎる。見ろ、血がここで途切れてる。奴はこの車両にいるはずだ。そこの君、バイク姿の男を見なかったか。知らない。そこの男の子のことじゃないのか。見てないんだな。ああ、窓の外を見ていたから。奴の血だ、やはりここで途切れてる。ほら、痕跡を細工した跡がある。おい君、さっき男が入ってきただろ。君と同じバイクスーツを着た。知らねえよ、俺は何も見ちゃいねえ。本当だよ。妙に強調するな、こいつ。そんなはずはないだろう。この白い血は、俺たちはこの血を追ってきたんだ。俺は関係ない、死にたくない。お母ちゃん。君、バイク姿の男は見なかったか。構わないでください、お願いします。何を怯えてるんだ。俺たちは警察だ、安心していい。何でもありませんよ。疲れてるんです。バイク姿の男はどっちへ行った。知らん、何も知らん。私は関係ない。何か変だぞ、この男。どうした？あんた変だぞ。ほっといてくれ。私を巻き込まんでくれ。ジョナサン、やめろ。何かおかしいぞ。あんた、俺たちの前にこの車両に来た男を知らないか？
コートを取ら…なんだって？コートがどうした？コートを…いや、いいんだ。どうした？何か知ってるのか？いや、忘れてくれ。お嬢さん、協力してくれないか。さっきこの車両に男が逃げ込んできたはずだ。助けて。助けて。エド、変だぞ。ジョナサン、みんな様子がおかしいぞ。奴に脅かされてるのかもしれん。つまり奴はこの車両にいる。奴のヘルメットはどこへ行ったんだろう。かさばるもののはずだが。ヘルメット、やつはそこだ。動くな。待ってくれ、撃つな。私の子供だ。バイクの男がその子にヘルメットをかぶせたんだ。何？男は左のコートを着たやつだ。左のコート。ジョナサン、やつだ。くそ、やつは人間じゃない。普通ならくたばってるぞ。急い、次の駅に着いちまうぞ。エド、すぐ追いかけよう。よし、ジョナサン、次の車両へ行くぞ。ジョナサン、撃たないで、助けて。ジョナサン、どうする。サウスガーデン、サウスガーデンでございます。駅に着くぞ。ジョナサン、まずい、駅に着いたぞ。助けて。殺してやる。クリス、大丈夫か？ええ、ありがとう。ジョナサン、追うぞ。待って、一人にしないで、お願い。クリス、もう大丈夫なんだよ。私、怖い。ジョナサン、逃げられちまうぞ。エド、ミリューたちに先回りするように連絡してくれ。わかった。ミリュー、聞こえるか？サウスガーデン駅だ。安くなってるぞ。オッケーよ、スタンバイしてるわ。位置についてるよ、デカ長。黒のバイクスーツを着てる大男だ、すぐわかる。その星、私たちがいただくわ。悪く思わないでね。やつは凶暴だ、用心しろ。ジョナサン、行くぞ。行かないで、ジョナサン。扉が閉まるぞ、ジョナサン。クリス、しっかりするんだ。いいな。行くぞ、エド。
やつめ、ホームを降りたようだ。あの男はすごい体力だな。エド、見たか、やつの目を。まばたきしなかった。あの目、あいつだ。お、メリルからの連絡だ。こちらエド、どうなった？セカ長、腰を追い詰めたな。気前の焦点よ。よし、すぐ行く。無茶はするな。通行人を人質に取られたわ。レイム！メリル、どうした？何かあったようだ。急ごう。デイブ！デカ長、デイブが、デイブが。なんてこと。デイブ。ジョナサン、デカ長、撃たれちまった。どじったよ。本当、嘘みたい。やつは？この店に人質を連れて入っていったわ。あいつ、手に爆弾を持って。ジョナサン、デカ長、あの男、あいつだよ。あのシューティング、あの動き、やつか。ああ、AP 隊のレッドウッド。デカ長、デイブを助けて。俺、ホームへ行きたかった。ホームを見たかった。デイブ、メリル、メリル、いるかい？ここよ、デイブ。前から言いたかったことがあるんだ。俺、ハンバーガーより好きなものがあるんだ。誰にも話してないけど。何？君だよ、メリル。バカ。ずっと憧れてたんだ、君の匂い。匂い？土の香りがする。とうとう言ったぞ。これで思い残すことはない。くそ、エド、店内に飛び込むぞ。いいか。よし、せーの、それ。撃たないでください。やつはどこだ。大丈夫だ、警察だ。落ち着いて。お願い、助けて。奴はどこへ。ここの店員？いいえ、銃で脅されて。男はどこへ行った？裏口から。裏口から逃げたんだな。そうです。くそ、エド、行こう。奥さん、怪我は？なんとか。大丈夫ですね。ええ、いきなり外で捕まえられてここへ。もう大丈夫だ、エド。さあ、追いかけよう。待ってください。どうしたんです？私、
ここにいてください。もう大丈夫。何かありそうだぞ。奥さん、どうしたんです？あの男、この店に爆弾を仕掛けていったんです。爆弾だって、どこに？本当か？冗談じゃ済まないぞ。すぐ爆発するって、そう言えって。本当だったら大変だ。私の持っていたエレースのバッグに入れて、この中に置いていったのよ。時間稼ぎだ。どれだ？どのバッグだ？怖くて見てなかったの。私にはわからないわ、こんなにあると。でも触れると爆発するって。さあ、ここはカバン屋だ。こんなにたくさん。あんた自分のバッグだろ、見てわからないのか？おろしたてだし自信ないわよ。なんてことだ。ここはLS専門店だ。これだけのカバンを一つ一つ調べてたら到底間に合わないぞ。奥さん、あなたのバッグはこれですか？私、見てなかったから。自分のバッグだろ。わからないわよ。どれも自分のに見えるもの。じゃあこれは？勘弁してよ、自信ないわ。さっきも言ったけど、おろしたてだったのよ。どうすればいい？やつめ、この間に逃げるか。そう、とっさにしてはうまいこと考えやがった。どうする？このままではコロニーに穴が開く。このブロックは全滅だ。なんですって？私の家もこのブロックなのよ。俺の家もすぐ近くだ。爆弾処理班を呼んで全部のカバンを調べよう。そんな時間はない。何か方法があるはずだ。爆弾の入ったバッグは一つなんだ。奥さん、よく聞いてください。あなたの持っていたバッグは本物の LS でしたか？つまりコピー品ではなく。まあ失礼ね。私のバッグは本物よ。先週本店で買ったばかり。鑑定書もありますのよ。よし、ジョナサン、わかるかもしれんぞ。爆弾の入ったバッグ。どうやって？センサーでもあるのか？この店はビヨンドで有名なLSのまがいもの専門店なんだ。あら、これ偽物なの？精巧なコピーなので、よくホームからの観光客が間違って買っていくみたいだ。苦情がよく出てたらしい。そうか、本物と偽物を見分ければいいんだな。エド、わかるのか？俺にはわからん。鑑定費じゃない。それに製造番号が刻まれててもカバンの内側だ。外からは見えん。あんたは奥さん。わからないわ。買ったばっかりで印もつけてないもの。注意して見てたわけじゃないから。ここの店員は？ここへ入った時、怖がって裏口から逃げてったわ。警察には協力すまい。万事休すか。いや待てよ、本物の LS のバッグってこのタイプのデザインは一つなんだろ？そうだ、LS のバッグは全宇宙で一つのデザインしかない。そこが人気の秘密だ。年に一つのデザインだ。年を越すとカバンの型を捨てて新しいデザインに変える。ということは、本物のバッグがもう一つここにあれば、この中からそのバッグを見つけられるということだな。ああ、ここにあるのはみんな偽物だからな。触れずに爆弾入りのバッグを選別できる。その通り、本物のカバンがここにあればな。え、どこにある？エド、この間ごちそうになった時、確かアナが持ってたよな。誕生日のプレゼントにお前が買ってやったとかで。ああ。悪いが、アナに連絡して今すぐここに持ってきてもらおう。
江戸のうちこの近くだろ。そうだが。どうした、他にいい考えがあるのか。気が進まない。アナは学校だ。こんな事態だぞ。それはそうだが。江戸、ここが爆発すれば江戸のうちも危ないんだ。早く。しかし。江戸、連絡しろ。バッグは終わったら返す。わかった。どうした。そのバッグではダメなんだ。何を言ってる。娘には言わんでくれ。本物のエレスなんて俺の安給料では無理なんだ。エド、お前。あのバッグこの店で買ったんだ。すまん、ジョナサン。なんてこった。お前のつまらん見えで死ぬところだった。コピーだと知ってて購入した場合も立派な犯罪だぞ。すまん。どうするんだ、時間がない。大丈夫よ。メリル、これ本物の LS のバッグよ。メリル、どうしてお前が。女らしくなれってデブからもらってたの。私には似合わないからずっと車に積んでた。メリル、ありがとう。礼ならデブに言って。エド、最速。よし、わかった。いいか、ジョナサン。爆弾の入っているカバンを探すぞ。カバンは店内に全部で21個、うち1個が爆弾入りだ。これがメリルから預かった本物の LS バッグだ。このカバンと同じものが爆弾の入ったカバンだ。よく見て判断するんだ。ちょっとでも違うデザイン、柄、大きさのものは最初からこの店にあった偽物だ。偽物は動かしても大丈夫。この中から偽物を覗いていき、爆弾入りのバッグを残せば第一段階終了ってわけか。そうだ、間違って本物を動かすとドッカーン。その通り。俺の命はジョナサンに預けたぞ。エド、間違っても俺を恨むなよ。恨む？お前がドジるとお前も俺もあの世行きだ。俺はそれが気がかりだ。あの世くらいお前抜きでゆっくりしたい。じゃあお前は地獄へ行けよ。俺は天国。俺が地獄ならお前も天国へは行けまい。死ぬも生きるも一緒か。そういうことだ。じゃあ始めようぜ。助かったか。ようやく一つ目だ。ふう、助かった。これで二つ目だ。まだまだ先は長い。頑張ろう。
助かった。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 よかった。まだ生きてる。よかった。まだ生きてる。助かった。助かった。助かったか。ようやく半分。あと半分か。助かった。助かったか。よかった。まだ生きてる。助かった。助かったか。あともう少しだ。よかった。まだ生きてる。
よかった。まだ生きてる。助かったか。あとは二つを残すばかりだ。どちらかが爆弾入り、二つに一つだ。助かった。一つだけ残ったな。あれが爆弾の入っているカバンか。かなり時間をロスしてしまった。急いで爆弾の処理作業をしないと。さて、こいつが爆弾入りの高級カバン。解体にかかろうぜ。やっぱり爆弾処理班の到着を待とう。素人の出る幕じゃない。さっき時間がないとか言ってたのは誰だ？いや、それはそうだが。ダメよ。メリル、どうした？お前も退避しろ。応援も AP も爆弾処理班も誰も来ないわ。誰も来ない？どういうことなんだ？私たちはめられたみたい。BCP にも連絡が取れないの。それにこのエリアすでに閉鎖されてるのよ。エド、確か昔爆弾処理班にいたよな。俺と組む前に。よしてくれ。30年も前のことだ。俺には無理だ。デカ長、やるしかないわ。奴はこのままここを吹っ飛ばすつもりよ。このまま待っても誰も来ないわ。これは罠なのよ。エド、このエリアを救えるのはお前しかいないんだぞ。分かった分かった。俺はローガンだ。俺が指示するから、ジョナサン、お前が解体してくれ。よし、メリル、残った付近の住民を避難させてくれ。この店の隔離も頼む。メリル、その前にポリスカーから道具箱を取ってきてくれ。分かったわ。二人ともいい男よ、とっても。そういうセリフは助かってからにしてくれ。急げ。よし、道具は揃った。始めようか、エド。まずはカバンを切断して爆弾部を露出させる。仕掛けてから逃げるまでにそれほど時間はなかったはずだ。カバン自体の仕掛けは考えなくてもいいだろう。じゃあカバンを開けるぞ。待った。振動センサーが起動してるかもしれない。面倒だが、レーザーカッターでカバンの上部を慎重にカットするんだ。わかった。長官の言う通りにする。じゃあカバンを万一の場合に備えて冷却するぞ。冷却したぞ、エド。次は光センサーだ。白い光に反応する光センサーがあるかもしれん。部屋の明かりを消すんだ。電灯を赤外線灯に切り替えた。よし、カバンの上部を切断しろ。行くぞ。
切断した。エド、開けるぞ。OK。慎重にな。ふぅ、めでたくご対面。ジョナーさん、見ろ。危ないとこだったぞ。左上の丸いやつ、光センサーだ。これからベッドインするときは明かりを消すようにするよ。ふざけている場合じゃないぞ。こいつは思ったより厄介だ。こいつはプロの仕事だ。怖くなってきた。逃げ出したいよ。見たことのあるタイプか。ああ、軍や BCP の対テロ爆弾解体強法に乗っている最新型だ。この前レッドウッドが持っていたものと同じタイプだ。力学、化学、電気のミックス、被爆装置がいくつも用意されている。そいつはよかった。失敗した時に言い訳が効く。一つ一つ順を追っていくしかない。まずどうすればいい？神に祈るか？それくらいでは足りんよ。左の光センサーをペンチで切断しろ。2本ともだ。切断するまで他の装置には絶対に触れるなよ。道具箱に道具が入っているだろう。各道具をクリックすれば道具が使えるようになる。まずはペンチを使う。左ボタンでペンチが閉じる。どうだ、できるか？できなくてもやらなきゃならんだろう。よし、慎重にやれよ。ジョナさん、もう一度トライするぞ。今度こそ慎重にな。今度は大丈夫。それじゃ始めようぜ。その言葉に嘘はないな。気にするな。気にするな？そう、気にするな。一度死んだと思えば気にならないだろ。なるほど。
ジョナサン、もう一度トライするぞ。今度は大丈夫。それじゃ始めようぜ。
ジョナサン、もう一度トライするぞ。今度は大丈夫。それじゃ始めようぜ。
見ろ。止まったぜ。はあ、助かった。ジョナーさん、俺の推薦付きで爆弾処理班に入れるぞ。よせよ。まだ若いのに白髪だらけになっちまう。止まってた30年間を取り戻せるぞ。浦島太郎のようにな。ようやく奴らに来たようだ。まるで俺たちの出方をモニターしてたみたいだな。デカ長、変なの。デイブの遺体が消えてるの。救急班に運ばれたんじゃないのか。私が誘導したんだもの。救急班が到着した時にはすでになかったわ。見て、アナンプス、血が流れてるわ。あれはレッドウッドのゴダード。とにかくレッドウッドの件は慎重に調べよう。俺たちはどうやら孤立しているようだ。